どうもショフィンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今日もやっていくわけなんですけども、今月に入って持ち越したくないものを断捨離しました。そして掃除をしました。で、今回は何をするかっていうと、その前回断捨離した時に冷蔵庫も一緒に断捨離をしたんです。で、今ちょっとこの部屋冷蔵庫ないので、そうなので、まあ冷蔵庫は必要だよねっていうことで、新しく小さい冷蔵庫をちょっと導入しました。この箱がそれです。なので今回はそれを開封レビューをしたいと思います。で、僕正直そのなんていうんでしょう、インテリアデザインというか、そういうセンス、美的センスっていうのはもう本当にないんですよ。そう、正直言うと、分かってました？まあこの通りですよ。もうなんかもう急に気を抜いた瞬間にもうごちゃみたいな、別にどこがこれミニマル部屋なのみたいな思うんですけど、まあって言ってもこれ6畳1間のワンルームなので十分ミニマル部屋だと思ってます。はい。なので今回は冷蔵庫を導入しますっていうのと、仕事にしやすい余計な環境を作るためのブラッシュアップっていう、今回は2つの、なんて言うんでしょう、カテゴリーというか、そんな感じで今回は2本立てということで、皆さんにシェアをしていきます。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ開封していきます。いや、どういうものが来てるのか僕もまだ全然わからないので、まあ一応その Amazon のページは確認してますけども、でも正直いいのか悪いのかって全然わからないので、楽しみですね。よいしょ。よっ、ほら、ちょっと、あ、結構重いですね。5キロぐらいありそうです。こんな感じで、4.6 キロ。この NW っていうのが本体の重さだと思うんですけど、これ 4.0 キログラム。で、サイズは34センチと29センチと 44.5 センチということで、はい、開けていきましょう。でもよくよく考えたら、冷蔵庫って本来この大きさじゃないよねっていうのが分かるので、ちっちゃいんだろうな、これ。よっ、よっ、こらしょ。はい、登場しました。こちらでございます。ここに取っ手がありまして、で、ここになんかパネルがあって、ここに液晶表示されるんだと思います。質感は全体的にやっぱりプラスチックですね。高級感は全くありません。で、後ろにこのファンが2個ついてます。で、このファンがどれぐらいうるさいのかっていうのもちょっと後でチェックしてみたいと思います。じゃあ、とりあえずセットしたいと思います。はい、じゃあここに設置をしていきたいと思います。まあ、まずこれが入るかどうかって感じなんですけど、やっぱ入らないですよね。この上をもうちょっと上げます。はい、こんな感じで収まりました。いい感じなんですけども、まあ、ただちょっとこの下がへこんでいるので、こうちゃなんかすごい斜めってるんですよね、ここは。まあよしとしましょう。で、電源をつけたんですけど、これがただいまの、冷蔵庫内の温度です。で、この上下をこうやって押すと、これが今7度に設定してますって感じですね。7度に設定していて、現在16度っていうことだと思います。で、エコっていう、15度下がりました。で、エコっていうボタンを押すと、エコにしない、エコにするみたいな、そんな感じですね。まあ、とりあえず今はエコにしないで冷やすことを優先しましょう。あ、そうするとやっぱりさっきと音が変わりましたね。でも減るスピードも速くなりました、やっぱり。おー、いい感じです。やっぱぐんぐん減ってきます、エコモードじゃないと。じゃあ最初のうちはハイパワーでボーンと気温、温度、室内の温度下げて、である程度温度が下がったらエコモードにして、その状態をキープするっていう、それがいいかもしれないです。では続いて食料を入れていきましょう。僕が買ってきたのはまず納豆とキムチと、あとこの鶏肉ですね。まあ以上なんですけど、はい、これで OK です。これらは今まで冷蔵庫に入れていたものなんですけど、正直常温でも全然大丈夫なので、なのでやっぱり冷蔵庫で冷やさなきゃいけないものっていうのは正直あんまり買ってなかったんだなっていう感じがします。全然これで OK だしっていう感じですね。まあ、もちろんこれからなんだっけ、野菜とか買ったら、でも野菜も結局当日買って当日食べちゃうので、まあこれでいいかもしれないですね、僕の場合は。で、気温が下がってきたのでエコモードをポチッと押しまして、エコモードになったので、
ー、すごい静かになりました。あ、これはいいですね。さらにこういったものも付属しているので、これ何でしょう。上に多分、あ、なるほど、セットできるんですね。あ、なるほど、で2段分みたいな。あ、ちょっと入んない。ここのスペースも無駄なく使えるので、あ、これいいと思います。こういったところにこうわさびとかなんか簡単な調味料を入れられるので、こういうのもいいですね。続きまして、こう家の中を見た時にこう視界がすっきりと言いますか、なんかこうそのまま仕事にスーッと入っていけるように環境を作っていきたいと思います。で、今どういう状態かっていうと、まあ、こういう感じになってまして、まずここにちょっと仕事道具がなんかこうここにごちゃって気がちっちゃうんですよね。で、こういったところ、この部分は正直こっちでいいんじゃないみたいな。本当はここに洗濯機を置こうと思っていたんですけど、やっぱ洗濯機も正直僕手洗いとクリーニングで全然大丈夫なので、なのでここのスペースがごっさり空くわけですね。なので結局これは、まあ、ここら辺にまた戻しておこうかなと。はい、こんな感じで持ってきました。位置的には戻したっていう感じなんですけども、そう、まあでもああいうところに置いてみないとやっぱわからないので、そう、まあ、あれでよかったかななんて。で、次にこれを作っていきます。で、正直家の中にはまだまだその仕事道具っていうのがちょっと埋まっているので、それを全部ここに引っ張り出していきたいと思います。はい、出してきました。 OK です。で、あとですね、ここのスペースが空いているので、ここのものをこっちに移動させます。あ、ちなみにこれ有線 LAN ですね。はい、 OK です。で、そうするとここにスペースが空いたので、これですね、これらを移動します。はい、OK です。そしたら、これでもう整理整頓は大丈夫かなと。で、結局、ここには、このヒュッケの観葉植物だけですね。よいしょー。いやー、でもこうやってバシッと決まると気持ちいいです。これでまた仕事に集中しやすい環境ができたんじゃないかなと思います。まあ正直、これ、こういう作業をしてるときに、もうその時間を仕事に使ったらってツッコミが飛んできたら、まあそうだねっていう風になりますけどもね。今まではその一人で淡々とやっていたので、まあどうしてもこう作業的に時間効率が無駄だななんていう風にも思っていました。まあでもここ最近こうやって YouTube を通してシェアをできるようになったので、そう、こうやって楽しみながらシェアできてみたいな感じで、なんか、すごくいい時代になったななんていうふうに思ってますね。なんか話がめっちゃそれましたね。はい。今回はこんな感じで冷蔵庫を置いたついでに、そのヒュッケな環境をブラッシュアップするためにこうないろいろこうやってみましたと。シェアをさせていただきました。いやー、でも毎回落とし方がわからないので、今回はこれで終了とさせていただきます。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。